ジャクリーン・ムーアは、アメリカ合衆国の女子プロレスラー、マネージャー。テキサス州ダラス出身のアフリカ系アメリカ人。元 WWF 女子王者、WWE クルーザー級王者。黒人、ディーバの先駆者存在であり、WWE では、トレーナーとしても活動していた。ジェネラルスカンドルアクバのトレーニングを受け、1989年に、 地元テキサス州ダラスの GWF でデビュー。翌1990年3月、スイートジョージア・ブラウンのリングネームで FMW に初来日。土屋エリコや森松幸を下し、工藤恵美ともタッグを組んだ。1991年より、テネシー州メンフィスのアスアに定着。ミステキサスを名乗り、同じく、テキサス出身のドクター・トム・プリチャードのマネージャーを、 担当した。1992年3月2日には、アスア女子王座の争奪トーナメントを制し、初代チャンピオンに認定されている。以降ムーンドッグフィフィや、ルナバションラを相手にタイトルを争い、1996年にかけて、通算14回にわたって、同王座を獲得した。アスアでは、クイーンモイシャ変名を PG-13。PG シャキール・アリ、サー・モハメッド・ラによるオリジナル版、ネーション・オブ・ドミネーションのメンバーにもなっている。1997年、JJ ・ディロンの招きで WCW と契約。ファーストネームのジャクリーンを、リングネームに、ケビン・サリバンのマネージャーとなり、ヒールのポジションで、クリス・ベノワ・ウーマンのコンビと構想。 同年4月12日にはサリバンに帯同して、新日本プロレスの東京ドーム大会に来日した。同年下期からは、ベビーフェイスに転校。8月9日の PPV ロードワイルド1997では当時、ヌオーと構想していた、ハーレムヒートのセコンドを務め、10月26日のハロウィンハボック1997では、 男性レスラーのディスコインフェルノと対戦して勝利を収めている。1998年中盤、セーブルと喧嘩別れしたマークメロの新マネージャーとして WWF に登場。再びヒールターンしてセーブルと構想を展開する。同年9月15日、当時空位だった。 WWF 女子王座の王者決定戦で、セーブルを破り新チャンピオンとなったが、11月15日のサバイバーシリーズ1998にて、セーブルに敗退、王座から陥落した。1999年は、テリー・ラネルズと、プリティ・ミーン・シスターズを結成し、マーク・ヘンリーや、ミートなどの男性レスラーを手玉に取る、小悪魔キャラクターに変身。 PMS 解散後はベビーフェイスに戻り一時はファルークブラッドショーのアコライツプロテクションエージェンシーに女用心棒として加入していた2000年2月1日のスマックダウンでは女装して WWF 女子王者となったハービーナコとハービーウィップルマンを17秒で下し王座に返り咲いているティエネではビアマネインクと共闘し彼らのマネージャーを 担当2001年には、新人選手オーディション番組、タフイナフ第1シリーズの女性教官に起用され、以降 WWE では、トレーナーやレフェリーを兼任。2002年下記からは、選手活動も再開し、12月15日の、アルマゲドン2002では、王者、ビクトリアドリッシュ・ストラタスとのトリプルスレッドマッチによる、女子王座戦に出場。 スティーブン・リチャーズなどの男性レスラーとも試合を行い、2004年5月4日には、シャボ・ゲレロを破り WWE クルーザー級王座を獲得している。2004年6月に WWE を離れ、同年11月に、ティエネに初登場。2005年から2006年にかけては、インディー団体に単発出場し、2007年より、ザ・プライド・オブ・テネシーをニックネームに、 ジャッキー・ムーアの名でティエネに再登場。2009年7月まで、ゲール・キムとの構想や、ビアマネー・インクのマネージャーなどで活躍した。その後、2011年6月から11月まで一時的にティエネに復帰、踊ブこと、ジェシカ・クレサのパートナーを務めた。2016年3月14日、WWE 殿堂に迎えられることが発表された。 4月2日に地元ダラスのアメリカンエアラインズセンターにて行われた電動入り式典ではダッドリーボーイズのババレートーボンがインダクターを務めた WWE 電動入り式典にてありがとうございます。